複数表示されているアプリを一度に最小化するには Windows キープラス D のボタンを押します。すると一度にタスクバーに格納することができます。もう一度表示するには同じく Windows キープラス D のボタンでこのように表示したり非表示にしたりすることができます。仕事をしているときにちょっと トイレ休憩などパソコンから離れる場合アプリを終了せずそのまま再開することができます皆さんこんにちはいなわく TV の川島ですいつも動画をご覧いただきましてありがとうございますさて今日の動画になりますが皆さんのデスクトップどのようになっていますでしょうか 先ほどご紹介した一遍に非表示にする方法、Windows D のボタンで非表示にしたり表示にしたりすることができます。デスクトップにこのようにたくさんのアイコンが表示されている、例えば会社とかね、たくさんの人が共有して使っているパソコンではこんな風になりがちです。私が今まで生徒様のパソコンを見ても、一人で使っている場合でもこのようなデスクトップ画面は結構多いんですね。 今回の動画ではこのデスクトップを上手に使う方法をご紹介してまいりたいと思います。では画面の方をご覧ください。まずデスクトップのこの一つ一つアイコンがこのように大きくなってるっていうことないですか。また逆に私は学校でよく見たんですがすごくちっちゃいんですね。 こんなにちっちゃくて見づらくないですかと先生にお話をしたら自然に小さくなったって言うんですね。そうではなくて、これはショートカットキーが働いてしまってアイコンの大きさが変わってしまったものによります。それはキーボードのコントロールキーを押しながらマウスのホイール、くるくる回るあのホイールをくるくる押すことで大きさを変えることができます。ちょっとやってみますね。 コントロールキーを押しながらホイールをこのように押すことで大きさを変えることができますこの大きさが通常でしょうか知らないうちに小さくなったのではなくコントロールを押しながらホイールを回してたんですねもし皆さんのパソコンでそのようなことがありましたら今のように大きさを変えてくださいですがこの方法だけではなくて実はいろいろあるんですね デスクトップの上で右クリックをします。このメニューの中に表示というのがあります。この表示で中アイコン、大アイコン、小アイコンというのがあります。これで変更することもできます。では次にデスクトップにたくさんアイコンがある方いらっしゃいますね。基本的にはデスクトップに保存することはできますが、できればドキュメントなどに 格納しておくのがいいでしょう。デスクトップに保存するのは一時的と考えた方がいいと思います。ドキュメントに保存したものをデスクトップにショートカットを貼る。このような方法が望ましいかなと思います。デスクトップに保存している方、どうしてデスクトップに保存するんでしょうこんな質問をしたときに、場所がわかりやすいからという方もいらっしゃいました。 どういうことかというと、今ここにデジタル教育に関わるツールの紹介というワードの文書があります。ここにあるファイルというような覚え方でしょうか。ただし、いつもこの位置にあればいいんですが、たまに変わってしまうことがあります。例えばこっちの方とかね。こんな風に移動した時に、たくさんある場合には見つけるのが大変になってしまいます。なので、この場所というのはあまりよろしくないかなと思うんですね。 とはいえ、この場所にというのが移動してしまった場合、ドキュメントフォルダーのようにデスクトップも扱えばよいのかというと、Windows Plus E のボタン、これでエクスプローラーを呼び出すことができます。もしくはデスクトップの下にあるタスクバーからエクスプローラーを起動しましょう。ここでデスクトップをクリックすると、このように 表示されました。表示の仕方を変えるには、表示タブがあります。この表示タブから少し表示の仕方を変えることができます。一覧だったり、詳細を出してあげると、更新日時順に変更したり、それから名前の順に変更したりすることができます。ここにあるものは今表示されているデスクトップの 物をこのような一覧で表示しているということになりますので、探すのが楽になりますね。もしどうしてもデスクトップにアイコンを表示させて、自分の思うような場所に置いておきたい、でももし見つけづらくなってしまったという場合には、このようにエクスプローラーに表示して探すと見つかりやすいでしょう。では画面を閉じます。今このように自由に動かすことができるんですね。 ところがこの表示を変更することができます。また先ほどと同じように右クリックをして表示からアイコンの自動整列これを一度でも押してしまうとではやってみますね。アイコンの自動整列をクリックします。するとこのように自動的に整列されてしまって場所が一気に変わってしまいます。またこの状態では では、ゴミ箱を右の方に運びたいとしましょう。ゴミ箱を右の方に持っていって、離しても元に戻ってしまいます。こうすると思うような場所に配置することができません。この場合は、同じように右クリックし、表示から、このアイコンの自動整列、これとアイコンを等間隔に整列、この設定をすることで自由に変えることができます。 まず、この上のアイコンの自動整列。これはアイコンを自由に配置をすることができます。では、ちょっと外してみますね。すると、このゴミ箱ですね。このように移動することができるようになりました。なので、ゴミ箱を右の方に置くときには、このように配置をすることができます。また、アイコンを等間隔に整列。これを外してあげると、 ちょっとずらしたりすることができるんですね。元に戻すとチェックを入れます。するとこの間とかできないんですね。なのでこの場所に配置をする場合には、ここまで持ってこないと移動することはできません。ただこの方が綺麗になりますので、この辺は臨機応変、好きな場所に持って行きたいという場合には、 私はよく行うのは、表示からこの下ですね、アイコンを等間隔に整列。これをすることで綺麗に配置をして、しかもこのアイコンを自動整列が外れていますので、このようにゴミ箱などのように右の方にずらすことができます。 では、組織、会社なんかの時には、どのように管理をしたらよいかというご提案をさせていただきたいと思います。稲ワクワクファクトリーの教室では、このように事務作業ファイルというエクセルのファイルを1枚いつも起動しているようにしています。この Excel のファイルにはボタンがそれぞれついていて、教室運営から、まあいろいろなデータがここにリンクされて繋がっているんですね。 なので、どこ行っちゃったとか見つからないということはないんですね。では、その作り方をご紹介します。では、今回は、この下の方にですね、この辺に、この2つを結合して、まずはセルを結合します。ファイルは、今、ドキュメントの中に、先ほどのデジタル教育に関わるツールの紹介、このワードのファイルをドキュメントに入れてあります。これが起動するように設定をかけていきたいと思います。 では、エクセルの画面に戻ります。まずはセルに名前を打っておきます。縮小して全体を表示。ちょっとちっちゃめですけれども、今回はこのようにします。まずはセルに名前を入力します。ここにリンクを貼っていきます。ハイパーリンクの挿入を行います。右クリックをして、そしてリンク、もしくはバージョンによってはハイパーリンクになります。 ではこの一番下にあるリンクを挿入こちらをクリックしますするとハイパーリンクの挿入とあります表示文字列を変更しても構いません今私はこのセルにテキストを入力してあるのでこのようになりましたがこうではない場合には変更することもできますヒント設定をクリックするとマウスを当てた時に 要はオンマウスといってマウスを当てた時にどのように表示させるかをここで入力することができます。今回はデジタル教育に関わるツールの紹介で構わないので今回は省略をします。このハイパーリンクの挿入にはこの左側のメニュー4つあるんですね。現在はメールアドレスになっています。 電子メールアドレス、ここにメールアドレスを入力して OK を押すと、このボタンを押した時にメーラーが起動して、この電子メールの相手先に送信することができます。また、ホームページなどにアクセスをしたい場合には、ファイル、Web ページをクリックします。ホームページアドレスをこのアドレスに入力をすることで、ホームページにジャンプすることができます。そして、このドキュメント内、こちらは、 このブックのどこかにジャンプする場合にはここになります。今回はファイルですね。この左のリンク先は一番上になります。まずは場所を指定します。ファイルの参照ボタンからクリックをし、PC のドキュメント。今回はこちらになります。そしてファイルを指定して OK をクリックします。 アドレスに記載されたのがわかりますね。では、これで OK をクリックします。すると、このようにリンクが貼られたのが確認できました。では、クリックしてみますね。セキュリティに関する通知、こちらは続行して OK なので、はいをクリックします。はい。すると、ワードが起動して、ファイルを開くことができました。では、ワードを閉じます。 今他の項目ではこのように四角い枠が表示されて文字列にこのような下線リンクが貼られていませんね。これはどのようにするかというとホームタブにあるこのスタイルですねこちら少しクリックをするとスタイルを選ぶことがででききまます。すすすマウスをを当てるるると、とと確認するここができますね。色を変更したりすることもできます。 では今回はテーマのスタイル青アクセント5を選びたいと思いますすると文字列の下に下線が貼られないで、はい、このように作ることができましたある程度複数人で使う場合にはこのようなシートを作ってみてはいかがでしょうか稲わく TV ではこのように初心者や中高年の方に向けて便利な機能をご紹介しておりますチャンネル登録がまだお済みでない方はぜひ 登録の方お願いいたします高評価ボタンも押していただけるととても励みになりますのでよろしくお願いいたしますコメントの方もお待ちしておりますでは今回の動画はここまでにしたいと思います最後までご視聴いただきましてありがとうございましたではまた次回お会いしましょうごきげんようまたね